東京は、広島県広島市の円光川に架かる道路橋。広島市管理の現存する橋梁の中では、最古のもの。被爆橋梁の一つである。土木学会線上土木遺産。橋名の由来は、円光川に架かる橋からであり、遠光とは、河童の一種。左岸側の円光橋町や広島電鉄の、円光橋町停留場の由来はこの橋である。 最初の河橋は、安土桃山時代、広島城城下町が整備された頃である。江戸時代は、西国街道筋、近代は、国道筋の橋だった。広島駅開業当初は、市内中心部へ向かう、唯一の橋でもあった。1926年に、鉄筋コンクリート桁橋として、永久強化。1945年原爆被災。 2016年現在、京橋、栄橋、七三橋、工人橋、観光橋とともに現存する被爆橋梁である。金物飾りは2016年に復元されたもの。1926年春行当時にあったが、太平洋戦争中に金属類回収令により撤去されそのままとなっていたところ、住民運動により復活復元された。 共鳴を記した四隅の親柱の上に地球儀に乗り羽ばたく大きな和紙の像が欄干には円光二匹が向かい合って一つの桃を掲げている飾りがついている昭法上絵図は帰国広島木所絵図最も右側の川唯一の橋が炎孔郷1930年頃の広島市の地図右上円光川と京橋川の分岐すぐの 最上流の橋が円光橋。他の道より太く書かれていることから、当時主要幹線道路であったことがわかる。1930年代赤色が建物全焼地域。中国国分によって、山陰道、山陽道のそれぞれ西部に、広大な領地を有した安土桃山時代の大名、毛利輝元は、九州征伐の終わった、天正15年以降、 最国の政治的安定を背景に、本拠地を山間部に立地する、秋国吉田郡山城より、水上交通に適した大田川水系の川口部に位置する秋広島に移した。新しい居城となった、広島城は、天正19年に完成し、寺本は、同年1月8日に入城した。いくつか小集落があったもののほとんど何もない、海浜だった。 広島であったが、その際に、城下町が整備された。円光橋が最初に目標として架境されたのは、この頃である。江戸時代に描かれた毛利市時代の町割江図、芸州広島城町割りの図にも描かれており、広島市が公開する資料では、天正17年頃あるいは、天正19年としている。建設当時は、猿狼の古語である、円狼橋、 炎狼橋と名付けられた。猿狼とは、毛利支給巨城の吉田郡山城そばの江の川に、川太郎という妖怪がおり、これと縁鉱が合わさって呼ばれ出したとされている。関ヶ原の戦いの後毛利氏の後に、広島城主となった、福島正則の時代に、縁鉱の古語である、縁郷、縁郷に名を改めている。福島市時代にこの付近も整備され、山沿いを通っていた。 山陽道を城下に引き込み、この橋は、西国海道筋の橋となった。さらに、福島市により、円光橋町が整備されていった。福島正則の海域によって、浅野長明が広島に入部し、官営12年の武家小八戸によって、参勤交代が義務化されると、円光橋は、京橋ともに、浅野市広島藩の参勤交代ルートとなった。江戸時代当時は、 防犯上の理由により橋の架橋は制限されており、この橋は円光川に唯一架けられた西国海道筋の橋となった。円光橋町は東側から広島城下に入る玄関口として宿場町に発展。京橋町付近は魚屋や市場が並んだ。明治時代に入って国道四項筋の橋となる。目標として最後の最佳橋は 明治19年、長さは35件。地元住民により加強されたものの、往来が激しい橋であったことに加え水害による被害も多発していたため、幾度か修繕しながら使い続けていたことから、目標から頑丈な橋への永久強化が望まれるようになった。明治27年、日清戦争勃発、広島城内に広島大本営が設置される。 東京から行行してきた明治天皇は広島駅からこの橋を通り大本営へ入っている。大正14年6月寄港、大正15年2月鉄筋コンクリート桁橋として架け替えられた。思工業者妻木組の妻木三郎の指揮により金物で飾られた税を尽くした美しい橋に仕上がり、その様子は広島市、西日本市と謳われ、 同年3月16日に開通式が盛大に行われ、渡り染めには遠方から大勢の人が詰めかけ、約1万人が見守ったと伝わる。なおこの時期は、広島市中心部での国道のアスファルト舗装と永久強化が進められ、同年に恋橋、翌年に京橋が掛け替えられている。また当時主要国道の割には、福音が狭かったと指摘されている。 金属製の飾りは、その後、太平洋戦争中に、金属類回収令によって、昭和18年には取り外され、その後は、石製の飾りが据えられた。昭和20年8月6日広島市への原子爆弾投下により被爆。爆心地より約 1.82km に位置した。爆風方向にかかっていたため一部欄間の破損があったものの、 楽境には至らなかった。そのため、広島市内から当時救護所に指定されていた東連平城への避難経路として用いられた。その際、橋のたもとには警官が立ち、市中心部への立ち入りを禁じたという。戦後、乱寒は一部補修されたが、その際には原爆死没者遺霊碑にも用いられた高級加工岩のアジンが採用されている。 2016年の地図に爆心地と遠光橋を示したもの。1939年大日本帝国陸軍撮影。1945年8月8日、アメリカ軍撮影。1947年4月アメリカ軍撮影。昭和31年駅前大橋の完成に伴い、主要幹線から外れたため交通量は減ったが、その後も現在に至るまで、 地元住民の生活道路、橋梁として使用されている。橋を管理する広島市は現在、被爆橋梁という歴史的に意義のある橋ということから、市は管理する全2818橋の中でも、優先的に維持管理を行っている。平成23年には、土木学会戦勝土木遺産に選定された。2000年代に入り、 地元住民を中心に、親柱、欄干を、大正期の仮設当時のデザインに復元する運動が起こることになる。平成20年6月には、親柱状の足像の小型模型が発見され、同年11月には、広島市立大学の協力を得て、復元模型が完成した。さらに、平成21年3月、正式に、遠光橋復元の会が結成され、 復元費用の募金活動などが行われてきた。そして、平成26年広島市による被爆70周年記念事業の一環として、市の予算での復元が正式決定、平成28年3月完成した。総事業費4億1000万円、施行は宮川工業。同年3月28日、大正時代の渡り染め式を再現した行が行われ、 地元住民、県知事、市長、広島東洋カープアンジュビオレ広島が参加した。公私共闘制クレケムリー管理漁岸市明かり、剣道人爆壊割れ、業種強く及び剣道未就民、来山陽里に至る、1988年の広島駅、南周辺。分岐から上が、円光川であり、分岐から三つ目の橋が円光橋、上流側に、 水道橋が見える。左岸側は JR 広島駅前にあたり、2014年現在、LLB 間の工事が行われている。かつては、IU 市場、円光橋市場、被爆建物、旧住友銀行東松原支店など古い店舗が存在していた。上流側に駅前通りの駅前大橋、下流側に広島電鉄本線が通る工人橋がある。 昔は西へ道沿いにまっすぐ進むと、京橋にたどり着いたが、駅前通り改良に伴い直進できなくなった。遠光橋から平和橋までの遠光川右岸川は、遠光川アートプロムナードとして、さざこの葉にのデザインで整備された。江戸時代から少なくとも、大正時代初期にかけて、遠光橋東詰めの西国街道筋つまり当時の国道二号筋に、 松並木が存在し、当時、色浜津と呼ばれていた。最初の食事は、慶長年間、つまり、遠光教化教後に、西国街道として整備され出した、時期のことである。江戸時代には、広島東将軍への参道の入り口にあたることから、下橋通行する習わしとなっていた。色浜津は、幾度か枯れ、明治時代に植え直され、大正時代初期には存在していたものの、 現在は存在していない。沿行橋上流側には昔、水道橋が存在し、長い間市内最古の水道橋として使用されてきた。1897年4月5日、着工、同年7月29日竣工市内最古の浄水場である、牛田浄水場建設の際に作られた水道橋であり、もともとは日清戦争以降に、 平坦拠点となっていた宇品へ浄水を送る、広島国用水道の水道館だった。当時のルートは、宇田、大須賀から南下してきた水道館がこの橋を渡り、市内方向へ進み、京橋東詰めで再び南へと向かい宇品港へと進む。以下、春工当時の所言を示す。百四十五年八月被爆、同年九月の枕崎台風と二度の大きな、 災害にも、落橋を免れた。その後直されて使用されてきたが、2005年9月、台風14号による洪水で一部橋脚が、旋屈により沈下してしまい使用停止。2007年に、全撤去された。現在、水道管を呼び、橋脚の一部は、牛田上水場内の水道資料館に展示されている。ありがとうございます。